ヤングマスの小林です。今回は Z 戦ね、見ていただければもちろん分かります。 Z 戦っぽくないよねっていうところだと思うんですよ。もうね、まあ言うなればもう忍者カウルついてるじゃないですかね。もう激渋じゃないですか。ここまでがこの仕様やったらもうフルカスタムって言っても過言じゃないんじゃないでしょうかね。もうね、まあ、実際問題、まあ、忍者とかって、まあ、かっこいいじゃないですか、ね、忍者ってね、やっぱりね、まあ、かっこよくて、そのスタイルがいいっていうのはよくわかるんですけど、ただ、年式的な話で言うと結構前になっちゃうじゃないですか。ね、80年代のバイクみたいな、90年代も売ってましたけど、ね、っていうような感じのイメージがあったりするバイクになるんですよ。で、結果的になんやかんや、なんやかんや、変えていったら変えていったですごくね、費用のかかるバイクにもなるんですけども、ただね、もうその Z 線に忍者カウルぶち込んだぜみたいな。で、もうホイールも変えて、マフラーも変えて、みたいな感じで、もうフルカスタムじゃないみたいな。もうそういうような仕様になっておりますので、で、こんな仕様がいい、かっこいいと思った方は、ぜひね、この動画の概要欄をご覧いただければですね、こちらの車両の広告先、グバイかウェブコ、どちらか、広告販売先に、載せておりますので、そちらの方から細かい写真とか価格などをですね、ご覧になっていただければなと思いますので、よろしくお願いいたします。まあね、ほぼね、もう行って行って見ていただくような形で、まあ、もちろんですけども、車両をぐるっとね、撮っていっていただいて、説明していく形にはなるんですけども、本当カスタム店満載です。ね、まあ、軽くざっくり言うなればですよ、まあ、もちろんね、忍者カウルついてます。これしかもね、後でまあ見てもらうわけですけど、カーボンなんですよ。ね、すごくないこれね。よー見て、めっちゃかっこよくな、もう塗装もされてるし。で、マフラー変わってる、ゲール変わってる、まあ、それ言いましたよ。ね、ETC 入ってます。そして今話題のね、ドライブレコーダー前後セット入ってます。はい、もうすごいなと思いますよね。ほんまね、まあ、そういったカスタム、細かいカスタムも含めてね、もういろいろとされてる車両です。ここまでしようと思ったら、まあ、40、50万円ぐらいはいるんじゃないですかねとは思うぐらいの仕様になっておりますんでね、こんな車両がいいっていう方はぜひご検討ください。よろしくお願いします。ということでですね、まずハンドマリからね、説明していこうかなと思います。はい、いかがでしょうかね。はい、いかがですかね。こんな感じにはなってるんですけども、まあ見ていただいて分かる通りにですね、ね、ゲールのですね、クラッチホルダーが装着されておりまして、でね、右のね、マスターもおそらく変わってるんですよ。これ多分ヤマハ系のね、R1 とかのを使ってるようなマスターになると思うんですけども、レバーも変わっております。もうキャップも変わって、キャップタンクも変わってますよね。はい、で、基本的に、もちろんね、大きな傷もなく綺麗じゃないでしょうか。そしてメーターになるんですけども、メーターもね、メーター自身はノーマルですね、に、のフィッティングオリジナルで、加工されているような感じになります。走行距離がですね、はい、こちらの通りになるんですけども、メーターの走行距離がですね、13565kmとなっております。はい、そんな感じでですね、まあもちろんこちらにも映っておりましたけども、 ETC のアンテナとね、インジケーターが装備されているような仕様になっております。はい、そして、カウル、フロントカウルがですね、まあ忍者と、もう忍者900ですかね、これはね、のフロントカウルが装着されておりまして、でね、もうね、基本的に先ほども申し上げましたけどもね、これね、これステッカーじゃないんですよね。もうこの奥、この奥がね、もうカーボンなんですね。もうこれはもちろんカーボンのカウルだったっていうことがもう間違いないんじゃないでしょうかね。社外品のカウルに、まあ、いわゆる社外品のスクリーンが装着されていてですね、おそらくなんですけども、ミラーとかは純正じゃないでしょうか。でね、傷があったところなんですけども、こちら、あーね、ミラーのね、こちらの部分になるんですけどもね、傷若干見えますんでね、その点あらかじめご了承ください。よろしくお願いします。はい、そしてですね、プラスアルファ、スクリーンもですね、若干なんですけども、ここかな、ここにね、若干まあ、社外品っていう組み合わせにはなるんで、若干立て付けの問題もあるんかしてね、若干のひび割れありますので、その点とかもご了承いただければなと思います。よろしくお願いいたします。はい、そしてヘッドライトはですね、もうね、LED プロジェクター式でめちゃめちゃ明るい仕様になっておりますね。もうこちらもね、ご購入お買い得ポイントじゃないでしょうかね。カスタム店に関しては概要欄にざっとは記載しようと思ってますんで、よろしくお願いします。はい、そして、ゲームのホイールですね、これもかっこいいやね。もうこれが純正じゃないっていうのがね、やっぱりこれキーポイントだと思います。
はい。で、フロントタイヤの、フロントタイヤ山の残り山具合で言うと、これはね、結構山高い方だと思います。10部中で言うと、だいたい8部山程度残ってるんじゃないでしょうか。で、そしてですね、フロントブレーキパッドの残り山具合なんですけど、左右ともに、まあ、半分が5部山以上は残ってるんじゃないでしょうかと思いますんでね、ただ、新品が交換したいっていう方はですね、ご相談ください。よろしくお願いいたします。はい。そして、ね、タンクになるんですが、こちらもね、大きな傷等なく綺麗でした。ね、基本的に、傷とか凹みとか、なく綺麗じゃないでしょうか。綺麗でした。よろしくお願いします。はい、そしてタンクの中身の具合になるんですけど、こんな感じ。でですね、基本的に、大きな錆等なく綺麗じゃないでしょうか。よろしくお願いいたします。あ、言うのを忘れてたんですけど、まあ、映ってるからわかると思うんですけど、これ、滝3つついてます。赤木もついてて、予備機2つついてるような仕様になっております。よろしくお願いいたします。はい、そしてその次に、ね、エンジン周りとかもご覧になっていただければと思うんですけども、ね、エンジンスライダーがついていたりとですね、まあ、本当にね、やっぱこの Z1000、こちらの車両言い忘れましたけど、2009年式の車両になるんですよ。っていうのもあるんでね、本当にね、もう馬力については申し分ない子ぐらい出てるんで、ね、本当に、ね、乗ってて楽しいような仕様にもなっております。よろしくお願いします。はい、そしてですね、あのね、こちら1点なんですけども、マフラー、基本的にエッグバイキーに関しては乗るかなと思うんですけどもね、こちらね、ちょっと何かゴミが付着してですね、まあ、跡みたいになってますんで、その点もご了承いただきください。よろしくお願いいたします。はい。で、その次にですね、今、サイレンサー、変わっておりまして、ね、社外品の大物になっております。こちらなんですけども、もちろん、純正のサイレンサーお付けさせていただきますので、その点ご安心いただければなと思いますので、よろしくお願いいたします。はい。そして、その次にね、シート周りなどを取っていっていただければと思うんですけど、シート周りもですね、基本的に大きな破れとはなく綺麗でした。ただね、若干細かいこと言うなればですね、若干ね、やっぱ劣化なんでしょうね。若干のね、もう浮きがありましたんで、その点ご了承いただければなと思います。はい、そしてカウルなんですけども、カウルはね、若干の小傷等あると思いますんでね、大きな割れですね、とはありませんでしたがね、若干の小傷等はありますので、その点ご了承いただければなと思います。はい、そして、リアフェンダーになりましてですね、こちらフェンダーレスが装着されておりまして、こちらもね、ね、先ほども言いましたけども、ドライブレコーダー装着されております。そしてシートの中身なんですけども、はい、こちらね、ちょっとね、タンデム外して、メインシートを開けるような形になっております。はい、いかがでしょうか。ね、まあ、見ていただければ分かるのこちら、中に ETC が装着されておりまして、こちらにね、ちょっとね、画面映ってるわけじゃないんですけども、ドライブレコーダー装備されているような仕様になっております。まあ、SD カードは入ってないので、ね、それについてはですね、もう撮るためにはですね、SD カード入れてくださいというような仕様にはなっておりますので、あらかじめご了承ください。よろしくお願いいたします。はい、そしてね、その次に映していっていただければなと思うんですけども、はい、いかがでしょうか。よろしくお願いいたします。はい、リアホイール周り綺麗でしょ。ね、もうまあ本当にね、前後ともにホイール綺麗だと思います。はい。ですね。まあ、そしてリアタイヤの残り山具合なんですけども、これもね、まあ、見ていただければ分かるんですけど、左右ともにもヒゲ立ってますよね。ヒゲ立ってるぐらいでは、フロントセンターは使ってると思いますけど、これもまあ、まあ、キューブ山って言っても過言ではないんじゃないでしょうか。ね、よろしくお願いいたします。そしてね、リアのブレーキパッドの残り山溝具合なんですけども、こちらもね、5部山ぐらい、5部山以上は残ってるんじゃないかなと思いますのでね、まあ、ご安心いただければと思いますけども、交換ご希望の方はご相談ください。よろしくお願いいたします。はい、そしてですね、あのね、リアホイールなんですけども、1点ね、こちら、見ていただければ分かるんですけどもね、若干、なんか当たったような、小傷ございますので、その点もご了承ください。よろしくお願いいたします。はい、本当にね、いろんな細かいところ、いろいろと変わっております。チェーンもね、基本的にゴールド、ブラックゴールドですかね、に変わっておりましてね、そして、これも変わっております。おそらくね、こんな、ね、インナーフェンダーとかも変わってるんじゃないかなと思いますんでね、本当にね、こまごまと細かくね、カスタムされております。本当にね、お買い得ポイント満載の車両になってると思いますんで、ね、ぜひぜひもう検討してください。よろしくお願いします。ね、まあ、本当にね、ここまでね、もうカスタムされてるような Z 線って、なかなか出てけへんので、ね、もう、この形、こんな形にしたかったとかね、Z 線、
ね、まあ考えてたけども、なんかちょっとなっていうのもあったりするじゃないですか。これはもう人、もうこと他とは違います。ね、もう人とも違うし、他とも違うし、ね、本当にイケてる車両じゃないでしょうか。ね、本当に細々とカスタムされてるような綺麗な車両になっておりますのでね、ぜひぜひご検討ください。よろしくお願いいたします。はい。もうほんまにね、かっこいいっすよね。もうその一言に尽きるじゃないですか。マジで。もうかっこいいこれ。もう間違いないって誰もが見ても言えるんじゃないでしょうか。ね。本当にね、もうなかなか珍しい車両になっておりますのでね、ぜひご検討ください。よろしくお願いします。ということでですね、その次に、こちらの車両エンジンかけていきたいなと思うんですけども。エンジンの調子はもうバッチリなのでご安心いただければなと思いますのでよろしくお願いします。まあまあもう欠けてるところとかも年式的なところとかも見ていただければ もちろん分かってるとは思うんですけども、まあヒューベルインジェクションになりますのでね、その点についてはもう本当ご安心できるような車両になっておりますのでね、ぜひご検討ください。よろしくお願いします。そしてその次この車両またがっていきたいなと思うんですけども、ちょっとねまたがるのにお車両を横に向けさせていただきましてね、またがりたいなと思うんですけども、私の身長が172センチになりまして、172センチの私がなんとこんな感じですね。はい、まあ基本的にはなんですけども、両足ともに足をつけているとね、まあまあ3センチ4センチぐらいはかかとが浮いているんじゃないでしょうかというような仕様に。ただですね、まあ、そんなにね重たい車両ではないので、ね、そんなに不安感、そんなにというか、ね、全然不安感は僕は一切ございません。はい、やっぱりね、まあ、かかとが開いてるような形で、つきますけども、まあ、両足もついてるんで、ね、ただね、まあ、片足しかつかなかったとしてもですね、まあ、基本的に軽いのでそんなにこう、ああなんか不自由するなみたいな、そういうのは不安やなっていうのは特にございませんでした。ね。で、まあ、この車両そうなんですけど、やっぱりね、まあ、この、まあ、ホイールのサイズですよね、っていうのもあるんで、やっぱりね、乗り心地で言うたら今時なんですよ、やっぱり。ね、もう全然、乗りにくいとか、癖あるなとかっていうのが、まあ、あんまり癖ないって言ったら言い過ぎやけど、ただ、まあ、本当にね、まあ、今時と言ったら、まあ、ちょっと難しいな、表現的には難しいんですけど、まあ、本当にね、癖がないと言っても過言ではないんじゃないでしょうか。まあまあ、言うて乗りやすいですよ、やっぱり。っていう車両になってますんで、ね、で、そしてですよ、ノスタルジックな作りじゃないですか。ね、この顔を入れてね、本当にね、もう納得できるような仕様になっていると僕は勝手に思ってるんですけど、まあ、マジでかっこいいですよ。ね、足回りとかもね、本当にね、まあ、倒立が入ってて、ね、まあ、この年式からじゃないんですけど、前の年式、まあ、2006年以前になるってなってくると、普通にね、ブレーキのマウント方式が変わってるんですけども、こちらもラジアルマウントに変わってたりする年式なんですよね。っていうのがあるんで、ブレーキとかも全然気にもなれへんとか、むしろ気がいいという。いう仕様になっておりますので、ね、本当にもう逆に本当に簡単に言うなればなんですけど、忍者はかっこいいし、忍者に乗ってみたいなっていうのはあるとは思うんですけど、ただ大変。ね、まあもちろんエンジンのコンディション、いいものを探すのも難しいですし、ね、ただまあ言ってね、やっぱキャブ車っていうので、あ、やっぱキャブ車っていうのもあるんで、やっぱね、慣れとかっていう、そういうのも必要にはなってくるんですけども、そういうところをね、もう全部腐食したような。もう仕様になってると思うんですよ、僕。もう、インジェクション車で、もう足回り気になれへんし、ブレーキも気になれへんし、最高やんみたいなね。もうそんな仕様になってると思いますんで、ね、本当にこちらお買い得な車両じゃないでしょうか。ね、ほんま、ぜひご検討ください。よろしくお願いします。そしてね、スプリン足に乗せてる感じでいうところなんですね。はい。まあ、ステップに関しても、ハンドルに関しても、おそらくなんですけど、ノーマルだと思いますんで、乗り心地に関しても、至って普通です。はい、もう別に乗りにくいとか、そういったこともございませんのでね、その辺もご安心いただけるんじゃないでしょうか。特に不安要素はないと思います。はい、もう本当に普通ですね。まあ逆に言うとね、まあちょっとレバー類だけ変わってるっていうのがあるだけですけども、まあレバー類変わったところで何も操作性にあんまり変わらないんでね、もうご安心いただければなと思いますので、よろしくお願いいたします。ということでですね、本当なかなかもううってつけな車両じゃないですか。こんな車両探してなかったですか。むしろ Z 線を買ってね、ちょっとちょこちょこカスタム
したいなんて考えてなかったですか。もうそういう方にうってつけの車両になっておりますんでね、ぜひこちらご検討ください。よろしくお願いします。ということで今回は Z1000 をご紹介させていただきました。今回もありがとうございました。